ここで割ると殻が中に入りますので、平らなところで卵を割ってくださいね。はい、平らなところですね、はい、平らなところなので、はい、おでこですよ。あ、卵になるかな、白みたいな。はい、いきますね。お醤はもうある程度適量で、うん、適量でいいですね、はい、もう入れちゃいますね。はい、塩は高いところからね、はい、お醤は低いところから。その心があるんですか。その心は高いところをすると満遍に吸ってくれます。はいはい、ただ胡椒は高いところからすると、はい、こうね、鼻にくしゃみがチャーハンの上に。あ、ほんまや。山本さんはよくお料理をされるんですか。そうですね、あの日曜日お休みの日にやります。お年寄りです、賞味期限は2022年の7月13日です。それじゃない。じゃあ購入します。はい、濃いわ。混ぜた方が良かったですか、社長。そうは問屋に戻さないですよ。玉ねぎは炒めれば炒めるほど甘くなります。はい、玉ねぎは切ったらすぐに火を通すんじゃなくて、はい、15分ほど空気にさらすと、はい、牛カリスープをサラサラにする成分が3倍、4倍に増えていきます。お米とか、はい、先に味を付けます。ケチャップで、はい、いただけ。もう男料理でいいですよね。出ますね。はい、カツオ醤油です、洋食にも使えるんですね、これ。はい、入れます。お皿をね、ゆっくり置きながらお皿を回していったらいいです。中心に、ちょっと真ん中ちょっとあれですけど、全然色違う。ほら、やっぱケチャップの量が。できた。はい、お疲れ様です。